戦勝神社は埼玉県久喜市基地は一丁目に所在する神社である。戦勝神社はかつて埼玉郡基地羽村の尊者であった。所在地は吉宇都地区核整理事業が行われる以前は大麻吉場麻西1545であったが2002年10月26日の町名変更により基地は一丁目311と改められた。 吉宇う地区画整理以前の境内地面積は1948年の時点で1042坪を有していた。神社は本来現在地よりも南に位置し、山道も100メートル以上あったが、1970年頃の神社東側道路の拡幅工事や、周辺開発などで神社そのものを北方へと移動させるなどの工事が行われた。境内者として、 大殿宮の石碑や八坂神社の社殿、稲荷社の社殿が境内一に所在している。また、1870年の時点で戦勝神社のほか、八幡神社、和志宮神社が合祀されていたので三社大明神とも称されていた。境内施設として、本殿、社務所、鳥居、長寿社、天皇陛下御足翼記念と掘られた石碑、 戦勝神社社務所新築記念と掘られた石碑、灯籠、1829年9月に奉納された、阿行と、運型形の狛犬一体、新葉寺の大木、弁所などである。祭礼は7月最初の鳥の日とされている。鳥の日に行われる理由として、この吉羽の戦勝神社に、和紙宮神社が合祀されていることに由来し、昔、和紙宮神社の祭神が、 沼の向こうから俗に追われ、逃れる途中で戦勝神社に宿泊し、この日が鳥の日であったため鳥の日に祭事が行われるようになった。という伝承もある。行事としては、大技吉羽技西地区の各家で朝に赤飯を炊き、それを子供が親戚の家に配り、昼には小麦饅頭を作り、夜にはうどんを打ち食す、晩には神社の境内を呼び、 周辺の家々の道沿いに、当番の人が作った灯籠が建てられ、明かりが灯される、というものであった。この祭礼の翌日に、大あざ吉葉あざ西地区では、ナイダーという行事が行われており、流行病が地区に入らないよう悪魔よけを目的にした行事である。午前十時に、男手が集まり、神社より長い数をみんなで運び、高縄寺に置かれている金を先頭に叩きながら、 ナイダーナイダーと都内高地を巡回するというものである。1979年頃までは名主、地主、大臣の順に回り、その後は道なりに前後を巡回していたが、次第に個数が増えた。関係上、前後巡回は取りやめ、8カ所の辻を回り、最終的に中落ち堀川にいたり、行事の終着地とするようになった。戦勝神社の境内者として、 八坂神社が鎮座されている。祭神は祖三、なる命であり、本殿を有している。遺書は不明である。戦勝神社境内の鳥居西側にある。戦勝神社の境内者として、稲荷社が鎮座されている。この稲荷社はかつて大和義吉葉あざ西線五百六十二に鎮座されていたが、1984年に戦勝神社に合志され、 戦勝神社境内の北西側に遷座された。祭人は、うかの御霊の命であり、潜座以前の境内地は1948年の時点で75坪であった。ありがとうございます。